ファインモールド72分の1スケール、航空自衛隊、第8飛行隊、F4EJ 回のご紹介です。こちらの方は、まず、第8飛行隊という、機体になりまして、平成9年3月から三沢基地で運用され、平成21年3月に F2 へと変更された機体になっているそうです。で、こちらの写真が、メーカーで、組み立て塗装した、モデルの写真になっております。で、部品の方は、こちらになります。まずこちらが、機体の部分のパーツになります。でこちらが、燃料タンクやあと、主翼の部分とかが入っているパーツになってます。でこれが、水平尾翼や垂直尾翼などの入っているパーツになってます。あとこちらが、機体の前側の部分やこちらもまあ燃料タンクとかそういった部品が含まれているものになります。でこちらが、デカールシートになります。部品は以上になります。でこちらが説明書になります。まずはこちらがパーツリストになってます。そしてこちらが、作る前の、注意書きです。ゲートの切り方や、あとデカールの貼り方、あとは、まあ、グレードアップパーツ用の、別売りオプションがあったりとかすることが書いてあります。あとこの上に、作る時の、マーキングの指定が書いてあります。そして、まずコックピットから作っていきます。でコックピットが、できたら、機種の部分のパーツと挟んで作っていきます。それから、細かなエアインテークとかのパーツをつけていきます。そしてボディの方に、パーツをつけて、機種と、機体の方のセットしていきます。そしてこちらの、主翼のところに、燃料タンクとかをつける、加工とかをしていきます。でこちらも、主翼部にパーツをつけていく作業になっていきます。でそれが終わりましたら、先ほど の機体と、セットしていきます。そして、機種のパーツをつけていきます。でその次に、機体の後ろの方のパーツをつけていきます。でジェットノズルなどをつけていき、あと垂直尾翼、水平尾翼などをつけていきます。そして次にランディングギアの、組み立てになります。でこちらでランディングギアをつけていきます。そして、こちらが燃料タンクの、組み立てになります。ここから先は別売りの、ミサイルを搭載する時の説明になっております。でここからずっとこう説明が続いております。で、こういうふうに仕様を、まあ、いろいろ選んでいけるようになってます。でこちらが、シートの組み立てになります。そして、そちらは取り付けましたら今度風防の方の、取り付けで、こちらは閉まってる方か開いてる方を選択して作ることができます。で、ここで最後にピトー管とここの機種の上のパーツをつけて完成になります。そしてカラーの方はクレオスの、水性ホビーカラー、ミスターカラー、あとはタミヤカラー、あとガイアカラーなど。こちらに記載されておりますので、そちらからご使用している、塗装塗料で塗装していってください。で、こちらが、塗装とマーキングのところになります。
でこちらも、その続きになります。そして、こちらの、マーキングの方と塗装の方は、全部で、5種類選べるようになっております。まず1番目として航空自衛隊第8飛行隊、83545機の三沢基地、2003年戦技協議会 FI 部門優勝と、その次に、同じく、航空自衛隊第8飛行隊の 47-83285機三沢基地、2003年戦技協議会 FI 部門優勝で、次に、航空自衛隊第8飛行隊 57-83575機三沢基地、2006年。で、次こちらが、航空自衛隊第8飛行隊、27-8305機、三沢基地、2002年。で、航空自衛隊第8飛行隊、47-83315機三沢基地、2003年と、5種類のマーキングが選べますので、こちらからお好きなのを選んで組み立ててください。これで以上です。